二階俊博が美中だと大炎上、習近平と会談で昨日、自民党の二階俊博幹事長が中国の習近平と会談をした後、記者団に対し、今後も互いに協力し合って一帯一路を進めていく、アメリカの顔色を伺って日中の問題を考えていくものではないと発言してしまいました。ささらに、会談の中で二階さんが、 習近平と握手をし、その際、握手した手をですね、顔の位置まで高く持ち上げてしまいました。こちら、中国の習近平の方が格上であると二階さんが自ら示してしまっており、現在、批判が殺到してしまっております。この二階俊博さん。 中国だけではなくて、韓国との関係も問題視されておりますので、自民党には国民のことをですね、日本のことを第一に考えていただける方を、幹事長に選び直していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。